浅田真央ちゃん以来ですよ。太陽流冬の本格洋食メニュー、一手間も二手間もかかる5品4人前を見事20分以内で完成。驚きの時短テクニックの数々、果たしてそのお味は。まずは手間のかかるデミグラスソースを野菜ジュースとコーヒーゼリーで作ったハッシュドビーフ。どういう味になるのかも、これが一番ね、味的には心配。これね、まあ、ちょっと皆さん一番不安だったんじゃないかと思うのが多かったけど、はい、いや悪くない、どうしよう、あ悪くない、ハッシュドビーフになってます、なってる、なってる、コーヒーがいいね、あコーヒー効いてますよ、本当だ、美味しい、ハッシュドビーフだ、よっしゃ、ちゃんとマイルドになってるんですよ。そう。なんでですかこれ。コーヒーの風味が。絶対それがいいんだよね。うん、これが一番ちょっと怖かった。ですね。不安でしたよね。何でしたと思ったもん。しかも本当洋食屋さんで出る。あそう。美味しい。まさに本格洋食レストランの味。ハッシュドビーフの秘密をもう一度。スライスしにくいマッシュルームは玉ねぎに詰めて一緒にスライスすれば手早く安全。牛肉は水に濡らすだけでスムーズに切れます。そして最大のポイントとなるデミグラスソースは野菜ジュースとコーヒーゼリーで。自宅で一から作ることが難しい本格ハッシュドビーフが身近なものであっという間に完成です。なんとプリンで味付けをしたクリームスープパスタ、果たしてそのお味は。いけてる、うわちゃんとクリームパスタですよ、クリームパスタになってる、牛乳とプリンですか、いやうまい、クリームパスタ、よかった、これ食べて牛乳とプリンとは一切うまい、本当ですか、小さいお子さんとか喜びそうですよね、ちょっとこの甘い感じがね、サボさんいかがでしょう、黒胡椒効かせた方がいいよ、ああ、ね、これが、あほんのりとした甘みがあるすごい美味しいです、だから邪魔にならない、いや俺はそれが邪魔なんで、今ちょっと番組的に中尾さんが邪魔なんで土鍋一つでできるお手軽クリームスープパスタのレシピをご紹介。味のベースとなるクリームスープはなんと牛乳とプリンだけ。鮭は冷凍しておけば一気に皮がむけ、スライスもあっという間、面倒なカニカマも麺棒を使えばスルリ。あとは土鍋に具材と麺を入れ火にかけるだけ。やみつきになること間違いなし、濃厚本格クリームスープパスタ、ぜひお試しあれ。続いて手間のかかるホワイトソースを山芋で代用したカレークリームコロッケ。ホワイトソース、これが本当に本当にあの普通に小麦粉をバターで炒めて牛乳こうやってっていうのと一緒なの、これだったらすぐできるから、しかもヘルシーだからいいですよ ね、 そうだね、山芋叩きゃいいんだもん、これが絶対山芋叩いちゃう、ね、なんかほっこりそのまま形が残ってるから、じゃがいもあれでなんだろうって思います、それが絶対いい感じ、カレーで助けられたね、美味しいだけ、美味しい、美味しいでしょ、あのだけど想像した以上にそのカレーの味がプーッと立つから、今褒めてると思う、はいはいはい、形作りも一瞬、山芋ホワイトソースで作ったカレークリームコロッケのレシピを大公開。山芋の皮はスプーンで手早く簡単に、麺棒で叩けば素早くすりおろせます。すりおろした山芋を牛乳コンソメと混ぜ合わせればあっという間にトロトロホワイトソースの出来上がり。カレールーはスライサーで削り溶かす時間を短縮、パン粉の入った瓶に入れ振るだけで手も汚れず一瞬でまん丸に。手早く作れるホクホクのカレークリームコロッケ、明日のおかずにぜひ。かぼちゃの器が隠し味、山芋ホワイトソースで作ったかぼちゃグラタン、美味しいです、簡単に作って山芋と牛乳とは思えないソースですよ、かぼちゃもホクホクしてレンジですもんね、すごく美味しいです、見た目の楽しさ半端ないですね、ね、これ子供喜ぶよ、食べてて楽しいですね、お味も見た目も楽しめるかぼちゃグラタンの時短テクニックをもう一度。かぼちゃはレンジで加熱、硬い皮もさっくり切れます。
面倒な種は手袋をつけると簡単に。ベーコンは袋のまま切れば取り出しも一瞬。具材と山芋ホワイトソースを器に入れグリルで加熱すれば、ホクホクトロトロかぼちゃグラタンの完成です。続いて火にかけた時間わずか1分、あっという間に作ったシャキシャキ温サラダ。温野菜のってね、意外とクタッとしてるけど、はい、結構いいとこ残ってる。あ、通ってます。で、おいしい。シャキシャキある程度していて、ね、でも生っぽさもなくて、すごいいただく。水に浸してることによって、もう1分でシャーって出来上がるんですよ。お湯入れてなかったんだ。あ、やっぱりやっぱりだ。茹でてると思ったから。そう。普通温野菜ってちょっとお湯で茹でて、煮て、で揚げて、揚げてやるのかなと思ったら、何その代わり。その代わりが初めにつけた10分間。ドレッシングも用意しましたんで、はい、ピーナッツバターと味噌をあえて、いろんな味で楽しめるね。ちょっとコクがいい感じに。めちゃくちゃ美味しいね。できる。最初味噌の香りふわっと、その後にちょっとバターの甘みが来て、これすごい。